おはようございます。今9時前です。もうこの辺はね、全然雨が降ってないんですよ。もう最後に降ったのいつだっけ。もう夜にねちょこっと降っただけで、昼間に雨が降ってたなんてほとんどなくて、もう小屋の中が埃だらけなんで、今水をまいてもらっております。今日は生配信の日なので、時間が押しちゃうと生配信遅れちゃうんで、奥さんにやってもらっております。はい、今日は新作、あ、新作じゃない、自分で作ったんじゃないんだ買ってきた99円。これなんていうの、アームカバー、うん、中メッシュで、あの運転用に買ったんだけどダメ、細すぎるって細すぎるんじゃなくて、入れるもんが太すぎるんじゃなくて、どのぐらいきつい、うん、結構びしゃびしゃで大丈夫で、表面しか濡れてないんだから、中までカッサカサだからさ、一回行ってでまた蓋がそうそうかき回すから、かますから、かます、うん、したらもう一回戻ってきて、もう一回かけてくれるとありがたいかな。結構これ全部かけるだけでもね15分ぐらいかかんだよ。でなるだけこっちの、あのもううんちだけのとこは濡らさないの。濡らさないで、そうそうそう、奥の方、手が痛い、結構力が弱なんでこれ潰すのに。あといってシャワーヘッドとかつけちゃうと流量がとっても落ちて全然ダメなの。あとね、こういう空いてる小屋はさ中へ入ってやるといいね。そうすると潰さなくてもできるし、はい、これをずっと撮ってると私仕事にならないのでよろしくお願いします。終わったら上がってください。うん、はい、お願いします。はい、私肉豚舎の掃除に行きます。